た。でもこの前話した時にいつでもおいでって言ってくれてたし、少しの間泊まるのは問題ないと思う。そっか。沙織この後元気ないんじゃない？何も面白いことないもん。あんたお金どうしてんの？クミコ、クミコ、サオリ、久しぶり。遊びに来たよ。鍵開いてたから入ってきちゃった。ねえ、しばらく止めてくれない？親と喧嘩しちゃってさ。いいよ別に。喧嘩の理由は？些細なこと。何してんの？仕事。そっか。後で買い物行くけど、一緒に来る？うん、行く。
なんか行き詰まってきた。なんか面白いのやってる？さあ、この時間どうせ報道番組ばっかりじゃない？沙織、なんで泣いてんの？久美子は寂しくなったりすることある？そりゃあるよ。疲れてるんでしょ？そういう時は寝ちゃうのが一番だよ。起きたらすっきりするって。そうかな。そうだよ。心配しなくて大丈夫だよ。少しここで寝てなよ。うん、ありがとう。あれ？沙織じゃん。やっぱ僕のこと覚えてないんだ。覚えてない。誰？田中和也。誰？会ったことあるじゃん。ごめんね、怒っちゃって。水しかないけど飲む？あ、ありがとう、飲む。私たちどこで会ったことあるっけ？どこだったっけな。確か2ヶ月くらい前の飲み会だったと思うけど。名前村本沙織でしょ？うん。なんか覚えてなくてごめん。いいよ別に。よく存在感ないって言われるから慣れてる。そういや、なんでここで寝てんの？しばらく久美子と一緒に住むんだ。ふーん。
そっちは？いや、会社に忘れ物してさ、たまたまこの辺通ったから江藤に挨拶しとこうかなと思って。そっか、何にもないな。あいつ今なんか買い物でも行ってんのか。もしもし。もしもし、今買い物してるんだけど、カズヤ来てない？ああ、いるよ。ごめん、来ることすっかり忘れててさ。大丈夫、なんか会ったことあるみたい。そいつ、あんたに気があるから。え？じゃあ、二人の時間楽しんで。ちょ、なんて？いや、特に何も。いつ帰ってくるって？さあ。来るっつっといたのな。じゃあさ、昼飯でも食いに行かない？うん、行こっか。そうなの。なんかストレス溜まってしょうがないよ。親なんていつもブチ切れ状態。でも、まあ、女の子だから恥できれば嫁さんいけるでしょ。気楽にしてていいんじゃない？私もそう思うんだけどね。あ、なんかそれ差別？いや、ごめん、別に問題ないんじゃないってこと。そういえば小学校の頃の夢はただお嫁さんに行くことだけだったな。今の夢は？同じかな。大して考えたこともないや。じゃあいいんじゃない、なんでも。夢なんて贅沢なものなくたって生きていけるでしょ。僕はそう考えてるよ。でもね、なんか最近結構勝手に落ち込んじゃうんだよね。果たしてつまんない人間なのかな。どんどん友達が遠ざかって減ってっちゃう気がする。やることがないからかもしれないけど、鬱になって勝手に泣きたくなったりする。カズヤはそんなことある？将来への不安はあるよ。高卒で三流会社に勤めてるサラリーマンとしての。モテモテでしょ。皮肉やめて、マジで後ないから。
このまま行くと結婚もできなそうなんだよな。家族養えるような収入じゃないし。っていうか嫁さんの前にまず彼女だよな。ああごめん、なんか重くて。誰か気になってることかいないの？久美子は？ただの友達？なんていうか、あれだよね、会った時から友達としか見てないみたい。そんなみんな恋愛のことばっかり考えてられないし。うん、でももっと強気でいかなくっちゃ女の子なんて捕まらないんじゃない？今じゃもう社会的に地位のある人じゃないと興味すれなかったりするから、こう以前の問題だな。それよくわかる。孤独だよね。孤独さ、無理だよ。僕に彼女なんてできやしない。友達すら少ないのに。なんかこうパーッとさ、なんかこうパーッとできることしない？例えば？遊園地行く？それは高すぎる。無理。じゃあカラオケとか。カラオケか。そうだね。もしもし。あ、久美子？もう帰ってる？7時ぐらいには帰ると思う。7時？何してんの？ちょっと彩子のとこ行ったでさ。彩子？私も行きたかったのに。あんたぐっすり寝てたでしょ。また今度ね。それよりなんか進展あった？ないわよ。もう帰る頃になったら電話して。了解。なんだって？なんか7時ぐらいまでかかるみたい。7時？何してんのあいつ。なんか友達と会ってたみたい。やっぱ私も敬遠されてんのかな。あー、うつ。あと2時間も何しろっていうの。じゃあさ、僕ん家来ない？こっから近いんだけど。あ、ブランコ。
ったな、ブランコ。でもなんか最近ね、私おかしいんだ。おかしい？こうやってね、昔の幸せな感情を取り戻そうとしても一瞬で消えちゃうの。一瞬感じたかと思うと次の瞬間にはなくなってたりする。まるで私にはもうそれを感じる権利がないみたいに何かに取られちゃうの。じゃあその亡くなった後は何を感じてるの？何かしら感じてるわけですよ。なんかよくわかんない、無に近い感情かな。憂鬱みたいな感情。僕もそんな感じかな。仕事ばっかりして無みたいな感情につきまとわれてる。でもよくそんな悲しいことばっか言うよな。なんか泣きたくなってくるだろ。ごめん。いい人だね、カズヤ。私の愚痴に付き合ってくれてさ。今の気持ちは少し楽になったよ。理解しようとしてくれてる人がいるから。ありがとう。じゃあさ、友達になろっか。いいよ、友達ね。番号とか教えてもらってもいい？うん。じゃあ送るよ。私歩むべき道から外れちゃったのかな。きっと考えても仕方ないよ。どんなことにだって本当の理由なんてないものだよ。どうやったら無邪気に物事に夢中になって自分に満足していられるのかな。それともそんなの贅沢なのかな。あ、ごめん、うじうじしてごめんね。完全ブルー入っちゃってたね。ごめんごめん。いや別に。さ、もう行こうか。あとし。うん。
何読んでんの？これ最新刊まだ読んでなかったんだ。前巻買ったはずなんだけど、何巻か行方不明なんてね。ねえ。うん？なんでもない。そうですか。漫画全部カラーになればいいのにね。ね。カズヤってさ、大学出てないんだよね。卒業はしてないね。なんで？なんでだろう。ついていけなくなったからじゃないかな。勉強に？うん。酒ばっか飲んだからね。お酒ある？あるけど、さっきも飲んだじゃん。もっとお酒飲んで嫌なこと忘れちゃおう。何飲むの？ラムある？あるけど。じゃあストレートでお願いします。マジで？強いの飲みたいの。了解。乾杯。乾杯。やっぱきついな、ラム。カズヤは顔に出るタイプ？いや、あんまり出ないタイプ。私も出ない。たださ、何かしら仕事してるからって偉そうにしないでほしいんだよね。またその話？好きでもない仕事して苦労することってそんなに偉いの？まあでも頑張ってる人もいるじゃない。頑張ってるからって、だからって人のこと見下していいの？器ちっちゃくない？プレッシャーかけられると吐き死って。私みたいに自由に生きようとしてる人の邪魔なんだよね。それとも私間違ってんのかな。さあ、僕は沙織のことを見下してるかな。出ておこうよ。出ていいよ。もしもし。今は僕の家。じゃあ今からそっち向かうよ。いいの？うん、じゃあ送ってくよ。うん。Thank you.
帰り、仲良くしてた？まあね。じゃあ俺帰るから。ゆっくりしてきなよ。本当に？本当だよ。何言ってんの？あれ？あんたたちお酒臭いね。飲んできたの？ちょっとね。ねえ、二人で何してたの？ご飯食べてカラオケ行ったよ。それと僕のアパートにも。もうやめた。どうしたの？久美子はさ、私たちのことどう思ってんの？はい。友達か、友達じゃないかってこと。そんなの友達に決まってるじゃない。何酔ってるの？沙織酔ってなんかない。沙織、上っ面だけの友情関係なんですかって聞いてんの。実はこうやって私たちがここに来ることだって迷惑なんですか？やっぱりそうなんだ。沙織、落ち着きなよ。あなたもあなたよ。私のこと好きだって人には言っておいて、当の本人には一切そんな気見せないのね。どんな臆病なの？あ、そっか、もう私への気持ちはもうないんだね。そっか、だからか。私が間違ってたんか。ごめんね。え？久美子から聞いたの。あなたは私に気があるって。本当に？で、今日一日中私と一緒にいて何も言ってこない。どうなのよ。何か言いたいことがあるなら伝えてよ。何言われようがもう私には失うものなんてないんだから。どうなの？こんな私でもまだ好きなの？そう、何も言わなかったのはただ単に僕が臆病だからだよ。僕の気が変わったからじゃない。こう見えても結構自分の感情を隠すのは得意なんだ。あ、私ちょっとゴミ出してくるね。私、自分のことあんまり好きじゃないから、私のこと好きになる人の気持ちなんて分かんない。自分のことが好きじゃないなら、じゃあきっと沙織には自分がちゃんと見えてないんだよ。1日2日一緒にいただけで私のこと分かった気でいるのね。実はこの前会った時、僕彼女と別れたばかりだったんだ。浮気されて僕は捨てられた。本気で愛してるって言った相手に。その時
僕は気づいたんだ。僕は自分のことしか考えてなくて、彼女のこと本当に理解してなかったんだって。落ち込んでいたところに沙織が現れて、それで沙織は僕のことを励ましてくれた。思い出した？それから僕の頭の中は君のことばっかりで、ろくに人から褒められも叱られもしないで生きてきた僕は本当にダメで、過ごす毎日がただただ無駄な気がしてしょうがなかった。でも、また沙織と話せたら、一緒にいられたら変われるんじゃないかって思うようになった。なぜかわからないし、知りたくもない。知ったら、魔法が解けてしまいそうだから。江戸のところにしょっちゅう来るようになったのも、沙織にもしかしたらまた会えるんじゃないかって思ったからなんだ。沙織は自分のいいところに気づいてないだけだよ。でも僕には君が必要なんだ。だから一緒にいると互いのためになると思うんだ。だからさっき一緒に行った時間本当に楽しかった。僕にはアプローチする時間はなかったけど、沙織が悩みを打ち明けてくれて、なんか変に聞こえるかもしれないけど嬉しかった。僕が役に立てるかも、解決できるかもしれない、そしたら疲れるかもって思ったりできたから。みんな私のこと分かったようなふりをして、もう興味がないのよ。親しかった友達からも親からも、もうみんな私のことなんてどうでもよくなったんだよ。でも私の頭の中はいつも他の人の価値観や偏見で埋め尽くされてて、一人になれない。でも孤独を感じる。恥ずかしいよ、嫌になっちゃうくらい。いい加減我慢してるのにもう飽きた。でも抜け出す方法なんて見当たらない。何なのこの責められてる気持ちは。一生このままなの？私は生きてちゃいけないの？そんなわけないだろ。やっぱり世間から見たら私なんてただの世界のゴミだろうし、こうなること私だけ分からなかったの。みんな私のこと冷たい目で見てる。ほらご覧って。ほら自分も何か努力すること見つけないと、私みたいにバカにされるって。でも私はバカなんかじゃない。こうやって泣いたってただのわがままってこと分かってる。分かってるけど何もできない。好きなことさえ見つからない。こんな
自分の話ばっかりするのはくだらないかもしれない。でも自分のこと責めてるだけだから、誰も慰めてくれないし、私のこと助けられない。僕が助ける。沙織はもう一人じゃないよ。今私が持つどんな感情を間違ってるようにしか思えない。ただただ迷ってるようにしか思えない。僕の気持ちは沙織には迷惑かな。私もう自分をコントロールできないのかな。怖いよ。寂しいよ。いつも自分にお互いに正直にいられたら大丈夫だよ。寂しくなんかさせない。好きだよ、誰よりも。僕はどこにも行きやしない。僕にとって沙織は特別な人なんだよ。そのままの沙織がいい。僕は沙織が好きになるような人、そんな人を目指してるんだ。一歩でもそんな人間に近づけたらいいなって。ありがとう。ここからだよ。バイバイ、クミコ。